あらみさん、こんにちは。ぜひこれ。それでは今回なんですけども、キャッシュが素晴らしいクレジットカードと組み合わせて使えば最強説ということで、以前僕の動画でも紹介をしていたんですけども、まあ見事に間違えて消してしまったので、改めてこのキャッシュについてお伝えしていきたいと思います。はい、それでは早速なんですけども、皆さんキャッシュというサービスはそもそもご存知でしょうか？これがですね、かなり素晴らしいサービスなんですけども、何がすごいかと言いますと、常に還元率が 2% のビザタイプのカードなんですよね。で、例えばで言うと、楽天カードの場合、普通に使ってもポイント還元っていうのが、基本的には 1% しかないんですけども、今回このキャッシュと組み合わせることによって、これはもうほんの一例なんですけども、楽天カードが 1% プラス、キャッシュ 2% イコール合計 3% が常に普通の通常の状態でもらえるというような状態となってます。これってかなりお得ですよね。例えばそのキャンペーンの時になるとさらにそれが加算されたりとかするので、いや、これってかなりすごいなとは思いますね。で、今回このキャッシュの種類なんですけども、リアルカードとバーチャルカードの2種類があるんですけども、どちらとも 2% 還元なので、ネット上でもお買い物する時でも使えますし、実店舗、例えばコンビニとかでも洋服屋さんとかでも普通にビザとして使えるので、かなりの優れものですね。で、この違いとしたら、リアルカードは1回のご利用限度額が5万円に対して、バーチャルカードの方は1回のご利用限度額が3万円と決まっています。そして、この登録方法なんですが、まず iPhone の場合は App Store からキャッシュのアプリをインストールします。アプリを開くとこんな画面になるので、メールアドレスで始める、そしてご自身の情報を入力、バーチャルカードをタップ、バーチャルカードを発行。これでまずは登録の完了ということですね。これだけですでにもうビザのデビットカードとしての役割があるので、ネット上でのお買い物とかにも使える状態となっています。そして、それに続いてそのまま右下のアカウントというところをタップ。そして、リアルカードを申し込む。ここでお届け先の住所を入力して送信をタップして完了ということですね。これで、僕のところにもですね、リアルカードはもうすでに届いてるんですけども、もしかすると場合によっては届くまでにお時間がかかる場合があるかもしれないので気をつけてください。はい、ということで今回の動画いかがだったでしょうか。次、キャッシュに関連する、動画をアップするときは、これとこれの組み合わせがおすすめというのをぜひアップしたいと思います。そして、あとその視聴者さんの中で、これとこれの組み合わせはマジでやばい、おすすめみたいなのがあると、ぜひそれをコメントでいただけるととても嬉しいです。ということで、このチャンネルがいいなと思ったら、チャンネル登録、グッドボタン、そしてツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。